だからな、手元に薬がなくなると不安になるんで。なくたっていいんだよ。そんな薬飲まないのが普通なんだよ。俺、今日飲んでるけど、昨日は缶ビール2本だったし、一昨日は一切飲んでないから。申し訳ないんですけど、その前も飲んでない。俺ね、先週の、金曜日から飲んでない。金、土、日。で、月で、缶ビール2本飲んで、今日だから。いや、金とかじゃない。一体何やってたの？それは言えない。いろいろやることあんだよ。そうよ。つまみ？今、梅干し食ってる。店の片付けな。いや、全然別に、片付ける必要はない。だって、営業してないんだから、カッパさん。何を片付けんの？ そうでしょ？退去の片付け。いやいやいや、全然。淡麗の缶も今のうちからストックしておこう。いや、普通に買ってあるよ。ソファーも半分は新居に。あのさん、実はお金ありますよね。さあ、お金はないな。だから、カッパさん、香川のとこ行っときな。店からの配信は管理会社にやらないって電話したのか。なんで俺がそんなこと電話しなきゃいけないの？家バレ。どうかね。いいんじゃないですか。バレようはバレなかろうが。まあ、もう関わることはないと思うから。
もう笛先輩の面、俺、忘れねえから。内容証明なんかどこにも来てないよ。何を言ってんすか。笛先輩俺の店来て、カウンターの端っこで、身分明かさず飲んでたよ。そして俺のサングラスをかっぱらっていった。ドロしたなぁと思って。いや、ガンちゃん。ドロだよ。いやー、もう俺は、なんだろうなぁ。そういう人いるの？って思ったけど。なんで笛って分かったの？そこはね、スパイを差し込んでるから。だから別にいいんだけど。みんなすっとぼけてくんだよ。アンチやってたやつが。俺はほら、リサナさんって言って名前聞いたりしないから。